ニメのゆる作品を教えます。ということで今回は2023年春アニメに放送するゆる作品を見ていきましょう。それでは早速やっていこう。2022年夏アニメリコリスリコイル、2022年秋アニメ機動戦士ガンダム水星の魔女、2023年冬アニメ転生王子と天才霊女の魔法革命、そして2023年春アニメのユリ作品は機動戦士ガンダム水星の魔女2クール目私のユリはお仕事ですが放送します。今回は私のユリはお仕事ですをご紹介いたします。物語は誰からも愛されるように振る舞う女子高生の白木姫が不注意でカフェの店員に怪我をさせてしまい、代役としてカフェリーベ女学院の店員になることになるが、姫はそこで一人の女子生徒美月をお姉様と呼んでしまいから始まる物語です。声優さんもかなり豪華でして、主人公の白崎姫役は小倉優衣さんで、過去には変態王子と笑わない猫の千鶴隠月子役、最近だと最強大名字の異世界転生記の雪役など担当しています。綾野浩二美月役は上坂すみれさんで、過去には無再現ファントムワールド川上舞役、最近だといじらないで長トロさんの長トロさん役、スパイ教室のキア役など担当しています。雨宮かの子役は田中みなみさんで、過去には勇者パーティーを追放されたビーストテーマ最強種の猫耳少女と出会うの空役、秋葉メイド戦争の夢地役、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになっていましたのシャルシャ役など担当しています。小芝舞役は田村ゆかりさんで、過去には日暮らしの泣く頃にフルデリカ役、ノーゲームノーライフ、ジブリール役、Cキューブ、フィア役など担当しています。サイオンジネネ役は瀬戸あさみさんで、過去にはストレグゾブラッド、アイバーアサリ役、盾の勇者の成り上がりのラフタリア役、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないの桜島舞役、最近だと影の実力者になりたくてアルファ役など担当しています。立花すみか役は小市誠さんで、過去にはリコリスリコイル、乙女桜役など担当しています。いやー結構豪華に集まっていますよね。ということで今回は2023年春アニメのゆり作品をご紹介いたしました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。